皆さんこんにちは。こんにちは。こんにちは。今日はですね、ハイエースに我が家のレノーレジアスエースですね。はい。レノーじゃなくてレジアスエースちゃんにサブバッテリーシステムをですね、はい、構築しましょうということで、レノジーさんに、はい、全ての機材をソーラーパネルとリチウムイオン電池とかですね、走行充電器などもろもろご提供いただきましたので、はい、そちらを使って作っていこうと思います。ありがとうございました。ありがとうございます。せーの、ありがとうございます。はい、ということでですね、今から、ご提供いただいたものを一点一点ちょっと紹介していきまして、はい、それに伴うですね、サブバッテリーシステムを構築するためのその配線図というものを、僕なりにちょっと作りましたので、はい、そちらも紹介していこうと思います。流れ的には、そうですね、配線図の方を紹介して、で機材を紹介していった方がいいかな、ですね。はい。で一応全然僕電装系素人で、今回サブバッテリーシステムを作るにあたりですね、いろいろ調べました。はい。結構調べました。すごく調べてました。はい。で多分漏れとかやっぱりあると思いますので、そこら辺は注意しながらですね、自己責任ということで作っていこうかなと思います。はい。でその中でですね、サブバッテリーシステムをこれから作ろうかなって思っている方結構いらっしゃると思うんですけど、そういう方にですね、参考になるような動画を作っていこうと思いますので、最後までご視聴よろしくお願いします。お願いします。で今回は、一応商品紹介と、ソーラーの不良品チェックっていうか、一応動作チェックといいますか、ポータブル電源とつないでみて実際に発電されるかどうか、今日の天気ちょっと曇りなんで、発電量はちょっと少ないかなと思うんですけど、そこら辺のテストと行ければですね、ソーラーパネルの設置、車の方にですね、まで行ければなって思ってます。はい。で、動画の構成としましては、今回の動画も含めてですね、数本に分けて作ろうかなと思ってますので、そちらも合わせてですね、よろしくお願いいたします。お願いします。それではですね、今消えたこちらの方に配線図ちょっと映してるんですけど、ざっくりですね、ちょっと説明しながら見ていただこうかなと思います。はい。はい、それではですね、配線図の方を紹介していこうと思います。はい、それではですね、これが僕が作った配線図になるんですけど、これで作業の方していこうと思います。で、全体的にはこんな感じで、メインバッテリー、ソーラーパネル、走行充電器、リン酸鉄リチウムイオン、インバーターっていう感じでそれぞれがつながってます。で、メインバッテリーは車側のバッテリーになるんですけど、こちら側から説明しますと、まずですね、22スケアの太い線で80アンペアのヒューズを間にかまして走行充電器の方に入ります。で、入力側はこれと、あとソーラーですね。ソーラーが 3.5 スケアの 6.09 メートルの延長コードを使いまして、と間にですね、並列でつなぐんですけど、2枚のパネルをですね、間に逆流防止ダイオードと30アンペアのヒューズをかまします。で、その間にですね、スイッチを入れて、スイッチを返してから PV プラスに入るようにしてるんですよ。で、これはですね、なんでそういうことをするかと言いますと、この走行充電器のですね、性能上と言いますか、50アンペアの走行充電器になるんですけど、入力側がメインバッテリーとソーラーパネルの振り分けでいくんですよね。例えば車が走ってる場合、25アンペア、25アンペアの振り分けで2つの入力を行いながら、リチウムイオンの方に充電されるという作りで、で、このスイッチっていうのはですね、例えば曇りの日とか雨の日、ソーラーから の電力が少ない場合でも25アンペア、25アンペアの振り分けになっちゃうんですよ。で、それを回避するためにですね、ソーラーから、微弱な電流が流れている場合でも25アンペア縛りがありますので、それを回避するためのスイッチで、走行中はこっちのメインバッテリーから、天候が悪い場合に限るんですけど、
メインバッテリーからまあフルで50アンペア入れようよっていうためのスイッチになります。まあ、これがあることによってですね、まあ、効率よく充電できるんじゃないかなと思います。で、ですね、こっちはマイナス側も並列で、2本の線を1本にしてですね、コネクタを使って1本にして、こっち の, あの共通ネガティブの方にマイナスの方に入ります。で、入力側はこんな感じで、で、あとは走行充電器が、まあ、真ん中にあってですね、走行充電器につなぐ Bluetooth の、なんだろう、アプリに Bluetooth で飛ばしてスマホでその状況を見れるっていう、っていうのがあるんですけど、これをつけて、発電状況を確認できます、で、今度は出力側になるんですけど、今度はですね、今度はって言い過ぎだお次は出力側になるんですけど、こっち側のバッテリーですね、リチウムイオンバッテリーの方に、14スケアの線で入ります。マイナスも同じ14ですね。で、間に60アンペアのヒューズがあるんですけど、60アンペアのヒューズはこちらに同梱されてますので、まあ、これのですね、60アンペアをここに使ったらいいんじゃないかなと思います。ここのバッテリーもですね、ヒート機能付きのバッテリーが2個ご提供されましたので、その2台をですね、38スケアの30センチの線で並列につなぎまして、で、今度は、これと似たような感じで、このバッテリーを監視するモニターがありまして、このバッテリーにこのモニターをつないで、ここでね、目視で確認することができます。で、その時にですね、このランポートランケーブル、パソコンなんかで使うランケーブルと似たような端子のここにバッテリーにありまして、端子がね、で、それをつなぐんですけど、そのランケーブルをですね、2個のバッテリーに、なんだろう、こうつなげて、また別な線でつなげてあげないといけないの、なんか別途買わないといけないわけ。それをもう昨日夜買いました、50センチのランケーブル。次はですね、インバータの方に22スケアですねの線を使って入れると、つなぐと、で、この22スケアの 0.9 メートルの線はインバータの方に同梱されています。で、そちらを使ってください。で、ヒューズはですね、100アンペアのものを使います。で、ヒューズも全部レノジーさんの方に あるんですよ、商品ラインナップがありますので、まあ、そちらでですね、お買い求めいただけたらなと思います。で、この中でないのは20スケアの線で、22スケアの線ですね。22スケア、ここの線と、あとこのマイナス線っていうのは自分で購入しました、まあ、4メートルの線と、あとこれボディアースになるんですけど、ボディアースの2メートルの線を別途自分で購入しまして、で、このスイッチも自分で頼みました。一応全体像としてはそんな感じですかね。で、こっちのソーラーパネルは外になります。外取り付けですね。なので、コーキングとか、まあ、両面テープとかもろもろ必要になりまして、あとはこの22スケアの裸端子、裸端子っていうのかな、を圧着するペンチがあるんですけど、そちらの方も別途購入しました。まあ、Amazon とかで購入した場合は端子も一緒に購入すればつけますよって、圧着して送ってあげますよっていうサービスがあるみたいなんですけど、それだとですね、結構長さをもうカツカツでしっかり測っておかないと、もし足りなかったとか、まあ、長すぎたっていうのがあると結構多分大変な目に遭うと思うんですよ。それを回避するために若干高かったんですけど、まあ、若干じゃない、結構高かったですけどそちらのペンチを買いました。まあ、一応全体像としてはですね、ざっくり今述べたような感じになるんですけど、お次はですね、まあ、それぞれの走行充電器とか、まあ、ソーラーパネルとかインバータとかですね、バッテリーとかっていうののちょっと説明をしていこうかなと思います。はい、はい、それではですね、まず最初にヒート機能付きスマートリン酸鉄リチウムイオンバッテリーを紹介しようと思います。100アンペアアワーの 12V ですので、1280ワットアワーですね、ワットで言うと。
になります。だから2つで2560W になります。でこれはですね、サイクル寿命が4000サイクル、重量が 11.9kg になります。うん、1個1個、うん、だから結構軽い。あの鉛バッテリーとかってだいぶ重たいんですけど、鉛バッテリーに比べるとかなり軽くなってます。今回のこのバッテリーはですね、ヒート機能付きということで、バッテリーマネジメントシステムに、まあ、制御されまして、バッテリーの温度がですね5度以下になると、ヒーターがですね作動して、10度以上になると止まります。だから普通10度以上、うん、あ、高くなるとってこと？そうそうそう。あ、熱を持つとってことなの？うん、自分でそのもうスイッチが入って、うん、で低くなると、あの放電されなかったりするじゃん、うん、でそれが温度があの5度以下になると、うん、もうその10度ぐらいまで持っていってくれて、うん、それをずっとこう繰り返してくれて、うん、常にこう使える状態にしてくれる。あ、そういうこと、うん、寒冷地とかだとさ、マイナス結構いくよ、うん、まあ10度とか、ね、うん、うん、だからそういうとこ今もすごく向いてるバッテリーだよね、うん、で、それにはですね、まあ、ヒート機能を正常に稼働させるには、まあ、各バッテリーですね、4アンペア以上の安定的な充電電流が必要ですということで、まあ、ソーラーとか、まあ、そういうのがつながってて、常時電気が入ってくる状態だと、もうずっとそれを繰り返してくれるんですけど、もうそれ以下になると、まあ、やめちゃうみたいな。その温めるに多分電気を使うんじゃないかな、それなりにね。保管温度はですね、マイナス25度から65度、操作温度が0から55度、放電温度がマイナス20度から60度っていう、今回のバッテリーに関してですね、この起動スイッチっていうのが入ってまして、でこれがですね、あの稼働モードがスイッチをオンにするとライトが明るく光ります。ここのライトですね、ここは光るんですけど、休眠モードがですね、あの起動スイッチを3秒長押しするとライトが薄暗く点灯しますと、うん、だからバッテリーを使わない時なんかはもうこれで休眠モードにしてあげると、まあ、電気を出しませんよっていう感じですね、うん、ちなみにですね、ここちょっとズームで撮れますか。ちなみの前にですね、ここの、端子になるんですけど、こちらが M8 の端子になります。ですね、上の六角が 13mm の、 レンチだったら入りますね、になります。予備が入ってます。うん、これありがたいですよね。あとはですね、取扱説明書とかステッカーとかあります。かわいいよね、うん、どこか貼りたくなる。でちょっと起動スイッチの方入れてみたいので、ちょっとここをアップでいいですか。ここがですね、例の LAN ケーブルのようなソケットになってるんですけど、こちらのこのパワースイッチも LAN ケーブルのような形になってます。一応このケーブル名がですね、 RJ45 ポートっていうものになるみたいなんですけど、でちなみにここにこう見えますか。はい、こちらがですね、アップとリンクの差し込みになります。 RJ45 ポート、まあ、差すところなんですけど、このリンクが、この並列でつなぐ場合、お互いをポートでつないで、うん、2台を1つとしてモニターで監視できるようになります。じゃあこの、バッテリーにですね、起動スイッチの方を差してみたいと思います。あ、光った。今光ってるでしょ、うん、でこれが、休眠モードになるのかな。薄暗いっちゃ薄暗いよね。で起動スイッチを押すとライトが明るく点灯します。あ、ついた。あ、ついた、ついた。今オンになったね、うん、で今がオンだから、もう一度3秒長押しすると止まりますと、休眠モードになりますと。あんまそんなにダメなんじゃないの。あ、本当です。5秒ぐらいしてたよ、うん、いつ撮るんだろうと思って。で、これで OK。うん。わかりやすいね。うん。はい、こちらがですね、この2台のリン酸鉄リチウムイオン専用の監視用のモニターになります。まあ、これは先ほど言った、こっちの RJ45 通信ケーブルですね、に挿して、2つのバッテリーを観測することができるんですけど、まあ、先ほども言ったようにですね、このリンクっていうところをお互いに LAN ケーブルでつなげてあげないと、2台を1つとして見なされませんので、まあそこら辺はですね、注意が必要になります。あとこのリンクで使うケーブルですね、もうクラス5以上のもの、 CAT5 っていうやつ以上のクラスのものじゃないとなんか認識されないっぽいみたいです。まあそこはちょっと注意が必要ですね、うん、こちらのモニターはですね、ここにスイッチがついてるんですけど、でこのスイッチは何かというとですね、先ほど起動スイッチを使ったと思うんですけど、それと同じになります。起動スイッチのところにこのモニターをつけるので、ここに起動スイッチもつけれないじゃん、うん、
だからもうここにあの起動スイッチがそのままついてるっていう感じですね。そうそうそう、うん、ちょっと見てみましょうか、うん、思ってたよりちょっと大きいかな。嘘、うん、そうなんだ、思ってたよりコンパクトだった。あ、コンパクト、うん、こんな感じです。寸法ちょっと見てみようかね。横が11センチ、こちらが、まあ、約7センチ、奥行きがですね、まあ、こんな感じになってまして、ここがへこんでるよう、うん、ここはあの壁をくり抜いて、うん、これをカパッてはめるようになります、うん、でここのサイズが 8.7センチ、 87mm、 埋め込む部分で、こっちの縦の方が、58mm になります。で奥行きですね、奥行きは約 19mm です。ちなみにこれこのまま繋がるかな、やってみる。ね、これが付属の LAN ケーブルですね、うん、結構長いよね。長いね、うん、ちょっとだけ伸ばせばいいから一旦これで仮止めしよう。 UP の方に挿して、挿したね、今いいですか、うん、でこっちを長押しすると、2、3、はい、ついた。あ、ついた。あ、わかるかな。ちょっとアップにしていい？うん、うん、あ、ついたついた。あ、見えるかも。見える？うん、 13.2V。 あ、ここでこうやって見れるんだ。 68.6Ah。 あ、今まあ電気は流れてないから電流は出ないですね。13.2V。 うん、こんな感じで表示されますね、うん、うん、今ここにほら1って書いてあるから、うん、これを並列につなぐとまたここの数値が変わるのかもしれないと思います、うん、まあ、また一旦オフにします、うん、はい、切れた。はい、お次はですね、あの制限波インバーターになります。 1000W のもので、12V の 60Hz になりますね。東日本は、50Hz だと思うんですけど、その場合はですね、このタイプ の、 あの 50Hz と 60Hz の周波数を切り替えられるタイプもありますので、まあ、そちらをですねご購入ください。このインバーターはですね、バッテリーの電圧である直流 DC から家庭用コンセントの交流 AC ですね、へ変換して利用するためのものになります。で、その際に変換効率が低いとバッテリーの消費量が多くなり寿命を短くしてしまう恐れがありますが、レノジーの制限波インバーターは 90% 近い変換効率を実現し、バッテリーを長持ちさせることができますというものになります。まあ、合計の定格消費電力が 1000W 以下だったら家庭用の家電は大体使うことができます。で、ちなみにですね、インバーターには制限波と疑似制限波っていう2種類の、 あの出力波形があるらしいんですけど、まあ、これはですね、あの制限波のインバーターになるんですけど、通常家庭で使われている家電なんかも大体制限波の、 あの交流電気ということで、まあ、同じ波形ですので、まあ、安心して使うことができるということになります。その家庭用家電をですね、うん、扇風機とかレンジとか、うん、そういうのですね。サージが2000ということで、電子レンジなんかも使えるんじゃないかな。瞬間的にバンって電力上がったりするじゃん、うん、まあ、それが 2000W 以下だったら大丈夫ですよっていう感じです、うん、まあ、1000W 見てても、ポータブル電源とかで使っても 1000W ってまあなかなか超えないもんで、うん、この間試しでいろいろやったのでも、どんぐらいだったの？ 200 はいってないんじゃないかな。で、電動工具を この間工作するときに電動工具を使ったんですけど、うん、それでも 200W いってなかったので、うん、1000W って結構ね、余裕あるよね、うん。はい。でですね、今回このインバーターに付属されているものをまず紹介しようと思うんですけど、こちら。0.9m の22スケアの線になります。で、これは、バッテリーとインバーターをつなぐためのものです。結構太いです、うん、で、お次はオンオフ用のスイッチですね。こちらをインバータの方につないで、壁に埋め込むことで、わざわざインバータが埋めてあるところに、まあ、潜らなくても、こう覗いてスイッチをオンオフしなくても
簡単な見えるところでスイッチをオンオフできますよというものになります。ちなみにこれのサイズもちょっと測りましょうか。でこちらが、このインバーターのスイッチになります。でサイズがですね、横が10センチ、でこちらの縦が6センチ、でこちらの先ほど のバッテリーのモニターと同様で埋め込みになってまして、埋め込むこっちの縦方向が42.5mm で、横がですね 71.8mm、 奥行きが 25mm となってます。で後ろの方にこの穴があるの、多分ブザーっぽいね。このスイッチからですね、アラームが鳴る場合があるって書いてあるんですけど、まあ入力電圧がですね 10.5V 以下になってる場合とか、入力電圧が 16V 以上になってるな、電圧が不安定な時とかですね、であとはまあいろいろですね、アラームの内容が書いてあります。はい、あとはですね、本体になります。はい、後ろの配線する側はこのような感じですね。ここを押してここのキャップを取るとこのように線をつなぐことができます。まあ、こんな感じですね。赤はこっち、プラス線、で黒がこっちにっていう感じでできます。正面側は、先ほどのこのスイッチを入れる場所がここになります。リモートって書いてあるんですけど、でこのオンオフスイッチもですね、オンとリモートとありますので、リモートにした場合はですね、この線をつないだ場合はこちらもリモートにすると、まあ、遠隔で操作ができるんじゃないかなと思います。で、あとは出力側なんですけど、USB2.1A、 あとはですね、家電なんかで使える AC コンセントになります。が2口。この走行充電器の特徴としてはですね、走行充電とソーラー発電の 2way 仕様になってます。まあ、通常の走行充電器とは異なり、 MPPT チャージコントローラーが内蔵されているため、走行充電だけではなくソーラー発電による充電も可能となります。で、走行充電とソーラー発電は状況に応じてどちらか片方ずつまたは同時に利用されるため、効率よくサブバッテリーを満充電の状態にします。走行充電によりメインバッテリーを優先的に充電する際、ソーラー発電ではサブバッテリーを優先的に充電します。この充電方式によってバッテリーはいつでも満充電を維持し、オフグリッドの状態でも長持ちできますということです。まあ要するにこれね、まあどっちかというとサブバッテリーをちょっとひいき目に充電してくれて、でサブバッテリーが満タンになると、まあ走行充電をしてなくて、まあ車中泊とかでキャンプ場とか泊まってると想定して、で走ってないからメインバッテリーは充電されないじゃん、でサブバッテリーはソーラーパネルから充電されるでしょう、でソーラーパネルの充電が終わると、今度はこの走行充電器が充電するやつを切り替えて中でね、メインのバッテリーを充電してくれるの、それ結構すごいよね、でオフグリッドってあんまり聞き慣れないんですけど、電力会社の送電線も、まあ言えばコンセントにうちつなげばさ、契約さえしていればそこから電気をもらえるじゃん、そういう電線も利用しなくても電気を作って蓄えていられるっていう環境がオフグリッドの状態みたいな、らしいですね。だから今はその蓄電池だったりとかポータブル電源とか、まあ家のコンセントから充電すれば、まあオフグリッドではないんだけど、そのソーラー充電とかそういうのだともう自分で発電してそこで電気を蓄えることができるので、まあオフグリッド状態ということができます。そう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 、だからもう今の流行りっていうか、まあもうそういう考え方だよね。でも聞き慣れないね。この走行充電器は最大充電電流は 50A となります。で発電機またはソーラーパネルより同時充電の場合各 25A まで制限され、最大の合計電流は 50A のままですということで、これ最初冒頭で述べたと思うんですけど、走行充電とソーラー発電両方される場合はそれぞれ 25A の、まあ、制限がかかります、まあ、合わせて 50A ね。で天候の悪い日、雨とか、まあ、雪だったりとか、発電量が著しく、まあ、ソーラーパネル側の発電量が劣る場合は、それでも 25A に制限されるから、まあ、それを防ぐために、まあ、この走行充電器をフルで使う場合はソーラーパネル側をオフにしてあげた方が
走行中は効率よく充電できますよっていうのを言ったんですよ、うん、だからそれは多分ねやった方がいい気がします。もったいないよね、うん、どうせいっぱい、ね、うん、移動して走ると思うのでね。で、サブバッテリーが満充電されるとソーラーパネルを介してトリクル充電でメインバッテリーを充電し始めますと、ね、これはありがたいですよね。このですね走行充電器の推奨ヒューズサイズはですね、50A の場合だと、まあ、この場合ですね、あの車両入力サイズは定格電流 75A 以上ということでですね、一応今回は 80A のものを使ってます。75以上なんで80でいいかなと思います。でそれもあのレノジーさん あのホームページの方から購入できます。で今度は出力側になるんですけど、そちらの方は、定格電流が 60A 以上のものですね。で 60A のヒューズはコロナ禍に同梱されてますので、そちらをご利用ください。はい、それではこちらが本体になります、まあ、とりあえず同梱品というか、うん、中の紹介しようかな。本体になりまして、取扱説明書ですね、あとステッカーとか、ヒューズの付け方とかですね、あとは、スマート充電用の線で、これが温度センサー、バッテリーの方にあのこれをペタッて貼り付けると、まあ、温度の方を監視できるというものになります。あと先ほど言った 60A のヒューズで、これがですね、これちょっとよくわかんないんですけど、あとこちらがですね、これ映ってる、うん、RS485 通信ケーブルというものになります。監視及び制御のためのデータを送信。これはちょっとわからないですね。よし、開けました。はい、こんな感じです。と一応ですね、こちらがソーラーで、オルタネーターのプラス、まあ、これ入力側ですね。でこれが共通マイナスで、これがリチウムイオンの出力側のプラスになります。であとここにですね、先ほどあった見えてますか、信号系とかそういうデータ系の入力になります。でちなみにですね、これに Bluetooth の、 あの発信機をつけることで、ね、アプリで監視することができるんですけど、それも合わせてちょっと紹介しますね。 BT-2 Bluetooth モジュールというものになるんですけど、早速開けます。ちっちゃ、こんな感じですね。先端がランケーブルみたいな感じになってまして、同じコネクタですね。でサイズがですね、結構ちっちゃいです。思ったよりだいぶちっちゃい、約5センチ。で高さの方が、まあ、34.5mm、 結構ちっちゃいです。でこれがおそらくここに入ると思います。こんな感じでパチッとですね。で Bluetooth で接続すると、このコントローラーの動きをアプリで監視するっていうことになります。はい、こちらがですねレノジーさんのアプリになるんですけど、レノジー DC ホームっていうアプリになります。でこれに接続することによって、あの中を監視することができます。で Bluetooth の最大通信距離は 25m で、アプリ自体もあの日本語に対応ということで、まあ非常にですね分かりやすいかなと思います。でこれも後からつなげてみようかなと思います。はい、はい、外に移動してきました。それではですね、ソーラーパネルの方を早速見ていこうと思います。はい、あ、こんなんなの。薄っ、薄いね。めちゃめちゃ薄いぞ、すごい薄い。ほんと2ミリぐらいしかないんだね、うん、厚み。ほんと薄い、薄いね。はい、じゃあそれではですね、このソーラーなんですけど、ちょっと回していい、うん、こっちに。こうですね、こっちに端子がついてます。このですねソーラーの特徴としまして、まず薄型で最大248度まで曲げることができます。重さはわずか 2.8kg で、従来の 175W ソーラーパネルの3分の1となってます。でしょうね、多分相当軽いもんね、うん、軽いし、よく曲がる。よく曲がるってことは、車のこの湾曲に合わせて貼り付けることができるということですよね。で、1日の発電量の目安は 700Wh です。で、同等のスペックのソーラーパネルと比べて安価でコストパフォーマンスに優れていますということです。で、5年間の品質保証でですね、耐用にゃ
デノジーさんの太陽電池モジュールは25年を経過しても 80% の出力を維持することができる製品ですということです。だからこれをあのハイエースに、うちのハイエースにつけて、まあ、25年多分乗らないと思うから、うん、もう車が潰れるまで使えますね。もちろんです。で、今回ですね、このソーラーパネル2枚ご提供いただきまして、この2枚を並列で運用する予定でいます。で、あの直列と並列の、まあ、メリットデメリットちょっと紹介しようと思うんですけど、直列の場合ですね、メリットとして合計の電圧が上がるためケーブルによる電力ロスが減ります。で、2番目、 MPPT チャージコントローラーを使用する場合、捉えられる最大電力点の範囲も大きく変わりますということです。なんかもう電圧自体が結構高いから、 MPPT この間あの別な動画であの紹介したんですけど、ずっとあのいい感じの高い電力をこう追っていくっていう、うん、いい感じのところで電力をこう供給してくれるっていう性能みたいなんですけど、電圧自体がもう結構でかいから、結構まああのいいスコアでできるみたいなさ、まあかなりざっくりなんですけどっていうメリットがあるみたいです。まあデメリットとしては、あの直列の場合は2枚を1枚として認識されるので、どちらか片方があの例えば建物の影とかに入っちゃうと、もう発電されないっていうのがデメリットになります。で、並列の場合ですね、あのうち今並列なんですけど、メリットとして2枚のパネルとして認識されるため、日陰による電力ロスを最低限に抑えることができます。で、デメリットとしては、並列用のコネクタや延長ケーブルが必要になるため、接続部品による電力ロスが大きくなるということです。で、並列だとね、電圧は上がらないけど電流は上がるみたいなんですよね、っていうのを言われてる方もいました。なるほどなと思ったりしたんですけど、だからポータブル電源で電圧が必要とされているやつなんかは、直列じゃないとおそらく、というか充電されない、発電じゃなくて充電されないんですよね。まあ、そこら辺も注意しながらいい方を選んでいただけたらいいかなと思います。で、それでは早速ですね、このソーラーパネルが実際に使えるかどうか、ポータブル電源の方に接続して発電状況を見てみようかなと思います。はい、それではですね、ポータブル電源の外部入力用のコネクタを持ってきました。一応これがPV 入力用のやつですね。ソーラーパネルからのものになるんですけど、これをつなぎます。あ、今入った、今カチャって言った。で、今つなぎました、うん、で、それをこちらにつなぎます。入りました。あ、フルーティーが動き出した。お、本当だ。え、電源入れてないのにね、うん、おお、すごい動いてる。電圧が19V、パワーが 36W、 ちょっと少ないね。まあ、曇ってるからそんなもんなのかな。だからもね、そうなの、まあ、日差しっていうか直射日光ではないよ。あ、もうそんなに違うの。ソーラーパネルだからさ、うん、多分だと思う。結構曇ってるんですよね、全然直射日光とか全くなくて、うん、全然的に雲がある状態だから、うん、まあ、日差しはなくて湿度が高いっていう、ただ暑いっていう状況なんですけど、まあそういう中で今 36W、うん、まあこれが2台だったら 70W とかそういう状況かな。だからおそらく今みたいなこういう状況の場合が、走行中だとスイッチでもソーラー側を切ってあげることによって、より早く充電できるんですよね。まあとりあえず OK だね。はい、先ほどですね、ポータブル電源でパネルのですね、不良品チェックといいますか、稼働テストを行ったわけなんですけど、うん、で、今ですね、実際に走行充電器につなげてみて、あとこちらにリチウムイオンバッテリーあります。で、疑似的に今配線をしてですね、実際に動くかどうか試してます、うん、このようにですね、ランプがついてるのがわかると思うんですけど、うん、ソーラーの方も今充電されてます。全部ランプついてる。あ、うん、ここの3つだけだね。3つだけ、うんうん、こっちは車のオルタネーターといって、うん、車の発電機なんで、うんうん、ここは今つかないです、車につないでないから、うん、で、今この走行充電器に BT2 をつないで、うん、Bluetooth でアプリで監視できるようにしたんですけど、それがこちらになります。はい、こんな感じでですね、ここね、うん、ソーラー充電電力13.505W みたいな感じで書いてあります。今この走行充電器からの詳細な情報を取ることができます。で、今ここが充電されてるんですけど、微妙にね、動いてるの分かるけ、あれさっき動いてたんだけどね。
サブバッテリー電圧 13.4V で、PV 充電電流が 0.71A で、合計充電量が 12W っていう感じですね、うん。はい、ということでですね、かなり今あのゴミゴミしてるんですけど、はい、とりあえずは OK ということで、うん、で次は、まあ、天候にもよるんですけど、ソーラーパネルを取り付けるか、うん、中 の, あの電気をするか、うん、まあ、中の電気っていうか、とりあえずあの走行充電器とリチウムイオン電池、うん、であと、ヒューズ関係の配線を終わらせて、まあ、最終的に車の方につなげて、メインバッテリーの方にね、まあ、それをやってもいいですし、うん、まあ、天候次第でちょっと変えましょうか、うん、はい、そうだね、はい、はい、ということでですね、今回の動画が良かったらいいねと、あとチャンネル登録の方よろしくお願いします。よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。Spring or fall, we felt so alive, and girl, we were thriving on kisses and sunshine and mischief. Yeah, we had one of those things. We just.